カタール戦です。日本は初戦を、勝てる展開で引き分けにしました。そしてようやく大量得点のゲームが来て、J リーグでも活躍している若い選手たちの集団がこのゲームで爆発します。カタールに4対0、そして、最後は